LGBTQ プラスなどの性的マイノリティへの理解を深める啓発イベントが福岡市で開かれ、博多から天神を練り歩くパレードも行われました。福岡市博多区の霊仙公園で開かれた九州レインボープライドは、 LGBTQ プラスに限らず全ての人たちが安心に自分らしく過ごせる社会を目指し、2015年に始まり、今年で10周年を迎えました。ステージでのライブパフォーマンスのほか、企業や団体、行政などのおよそ60のブースが出展し、それぞれの取り組みやメッセージが紹介されました。ハッピープライド。午後からは性別や肌の色、障害の有無などに関係なく、みんなが楽しんでいる姿を知ってもらおうと、恒例のプライドパレードが行われ、およそ3キロのコースを練り歩きました。